見える見える私の未来が見えるってそんなわけじゃないんですけど、これは、今これソマレゾンを見てるんですね。ソマレゾンって拡大鏡でこうやって見ると、突起が出てるのが分かります。でこう触ってみても分かりやすいんですけど、で最近長谷川先生開発されました、これハペパッチですね。絆創膏もなかなか、優秀です。これ言うと長谷川先生にまた怒られるんですけど、まあそれ今度は、これシリコンなんですけど、これはですねもう拡大鏡レベルだと全く分からないですね。で、どのくらいのもの突起が出てるのかっていうのは、このこれがね60倍なんですけど、60倍の、ルペでこうやって見ると、およいしょよいしょ、こうやって見るとザラッとした突起が見えるんですね。あちょ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 、よいしょよいしょ。で、もうほとんど見えないと思った方がいいぐらいですね。でどうするかというと、このお手元にこれがもしあれば舐めてみてください。ザラッとしたのが見えます。わかりますか。でどのくらいの違いがあるかというと、ソマレゾンはこうなんていうんですか、棒みたいなのが立ってるのがわかるんですけど、ハペパッチの方はもっとこれのこんなちっちゃいこの突起がですね、このソマレゾンのどのくらい何倍なんでしょうね、もうびっしりびっしり生えてる感じですね。ですからソマレゾンは優しく張って、押し付けるともうその立ってる突起がこう折れるという感じなんですけど、もう折れてしまったら効果はあんまりないでしょうね。こう立ってる状態じゃないといけませんから。でこのハペパッチの方は長谷川先生に、押さえつけたらどうなんだって、いやもうこれもうね密度も高いし短いし、こうピュッとこうなんていうんですかね、全部立ってる状態で、そうそうこうピュッと折れないと言われました。なるほど、拡大鏡で見てみたらその違いがはっきりしました。わからないときはこう下で舐めてみてください。まあソマレゾンの方はザラッとした感じですかね。でハペパッチの方はこうなんていうかまとわりつくようなベタッとこういうそういう感じがします。あこれがこのやっぱ効きの違いのもう一つのところだなと。この間の五十肩の患者さんやなんか今何人も使ってるんですけど、なかなかこれはまた面白いものができたなと。ハペパッチです。